そんなシーズンになるんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、さあ期待感を持って2024シーズンの幕開けです。空いている、小泉、両利きのプレイヤーです。左の関根、関根から小泉来た、小泉の左足、ナイスキーパー大迫。ニアサイド、ショルツ、大丈夫ですかね、大迫 ね、オスタに当たりましたけどね、かなりの勢いでね。浦和ディフェンスに対して揺さぶって幅を使います。河村、塩谷、河村です。河村の左足、こぼれて大橋だ。広島サッカー界歴史的瞬間です。エディオンピースウィング広島、初ゴールは大橋勇輝が取りました。まあ、ここの水田選手の、ね、長いボールもよく見てましたし、まあ、セカンド、ね、しっかりと河村選手も、まあ、拾いました。でここの、まあ、ミドルを、ね、しっかりと枠内に捉えましたから、まあ、この後の、ね、大橋選手の反応も、まあ、見事でしたね。再三、ね、ミドルレンジからシュートを打ってましたけど、はい、それがしっかりと、ね、結果に結びつきましたよね。大橋も移籍してきて、やっぱりこのオープニングゲームでゴールが決められて、ちょっとホッとしてるんじゃないですかね。そうですね、はい、大橋が倒されました。これぞ広島、高い位置からのプレッシング。後半はこういう形で背負われてても当てようという、ね、そうですね、意図が見えてたんですよね、はい、でそこでうまくかわせてチャンスを作ってたんですけど、はい、対するは守護神西川です。最後でね、さあチャンス広島です。左サイドからいきます、加藤、ヘディング、大橋来た。今日2点目、広島のデビュー戦で2発、大橋勇輝。ここからディフェンスの前ですよね。選手が上がるタイミングで、まあ、ファーから、ね、うまくニアに入ってきましたよね。いやよく決めきりましたね。いや本当その通りですね、はい、加藤のところにですねプレッシャーが実は全然かかってなかったんですよ。そのことによって加藤が入れるタイミングに大橋がタイミングよく前を取るっていうことができたんですよね。ここがずれて広島ボールに変わります。東が運ぶ、間を使ったオープンな展開です。満田誠、右には中野、うん、さあ引きつけて左のドーグラスピエラの右足、ナイスキーパー西川、中野、いやキャッチ西川です。大橋選手がうまく、ね、前に向けましたからね。セカンドの反応が早かった小泉です。ここで試合終了の笛です。四半世紀願い続けた夢、ピースウィング広島、クラブ、サポーター、県民の思いがつながりました。